橋本ホビーへようこそ。今回はこれ。チャンネル登録していただけるとね、新しい動画もお届けしやすくなりますので、お気軽にご利用ください。購入編からね、ずいぶん間が空いてしまったんですけれども、Rさんのね、鉛筆削り、エンゼル5ロイヤル3というものをね、紹介していきたいと思います。こういったね、箱にね、入ってくるんですが、これはワンズカラーのシリーズだからなのかな。カラーがね、いろんな色があって、くすみカラーっぽいやつがね、いろいろあって、綺麗なね、種類になってます。で、ベーシックなやつだと赤と青かな。それは若干キャンディーカラーっぽいような色合いなんですけど、まあそっちもね、すごく綺麗な色なんですけど、こういったね、くすみカラーのバージョンも出ているよというものになっています。で、今回買ったのはね、ライトグリーンというね、カラーになります。で、似た商品でね、同じカールさんから、エンゼル5プレミアム3かなっていうね、商品が出てるんですけど、そちらの方はね、芯の太さを変えられない仕様になっているので、芯の太さをね、変えたいよっていう人は、ロイヤル3を買うといいかなと思います。芯の太さがね、別に変わらなくていいよっていう人はね、プレミアムの方でいいかなと思います。本体が、これ。フルメタルって言ったらいいのかな、金属製で、この辺どうなんだろう。まあこのつまみとか違うんでね、完全な 100% 金属っていうわけではないですが、こういったケースの部分ですね、こういうところもプラスチックではなくて金属でできているね、昔ながらの丈夫な鉛筆削りになっています。まあプラスチック製でもね、最近はすごく丈夫なので、別にねそこまで気にすることはないかなと思うんですが、こういったねクラシカルなデザインっていうのもね、いいかなと思って買ってみました。で、ゴミ受けの部分なんですが、こう出っ張らない仕様ですね。よくある鉛筆削りはね、ここのメッキのね、部分ね、ここと面になるぐらい出っ張るっていうものが多いんですけど、これはスポッと奥まで入り込むよという感じになってます。で、ここですね、ここのノブを回して、鉛筆のね太さっていうのを変えることができます。芯の太さですね、右に回すと太くなる、左に回すと細くなるという感じになってます。別になんかカチッてするわけではないので、多分途中で止めたらその途中の感じになると思います。で、ここのねつまみ、ここのつまみをつまんで鉛筆をね差し込むといったものですね。で、これをこっちに伸ばしていく、こんな感じで使う。で、ここをねぐるぐるとクランクの部分を回して使うよというものになっています。これね、伸ばすと引っ込まなくなっちゃうんだけど、ここ回すとね引っ込むんで、ちょっとバチンっていっちゃうんで、今回ねちょっと手を添えてやりますが、よいしょ、ちゃんとね縮めることができました。クランプ穴はねここしっかりねついてます。なのでクランプでね机とかにバチッと棚とかね固定することができます。ただねクランプ付属ではないので、クランプはね別途買ってくださいねといったところになります。ちょっとねこれメッキがさピカピカしすぎちゃって撮影しづらいんだけどね。で、刃の部分はこれ外すことができまして、芯詰まりが起きた時なんかね外して掃除をするんですが、こうひねってあげるとこういったね刃が出てきますね、うん、なので直線のね刃が1本だけついてるよっていうタイプではないので、とてもね切れ味も良くて軽い力でね研げるのですごくいいかなと思います。で、組み立ても簡単と、回して締めるだけと。じゃあ次に同じね鉛筆を2本準備したので、太さをね変えて研いでみようかなと思います。まずは太い方に合わせてセットで、ここを回すだけと。で、クランプでね止めてたらここだけ回せばいいんだけど、クランプで止めてないんで本体を押さえながら回していく。
下髪がさ滑っちゃうな。で軽くなりました。これ以上は研げません。でこんな感じで、よいしょ。次は細い方にセットして研いでみます。で当たっちゃうな。もうね軽くなったのでこれ以上研げません。でこんな感じのね違いがあるよと。まずそもそもねここの肩の部分がね若干長さが違いますよね、こっちの方が深く研がれている。鉛筆のねあの後ろを合わせてますんで、こちらの方がね肩が少し手前までね研がれている。要は深く研がれているよという感じで、先端が少し太い、その先が少し細くなってる感じで、この手のねあの鉛筆削りの芯の太さというのはどこまで研ぐかというところになってきます。なので太めで研めるよっていう感じね、最後まで研ぎ切らないよっていう感じの調整になっています。色鉛筆みたいにこう鈍角にねこういう形に研ぐっていうものではないので、まあ、その辺はね注意してください。あの手持ちでね持って研ぐやつで鈍角に研げるやつとかありますけどね、基本的にそういったものではないです。で結構アップにしてるので細く研いだ方もね先端あの潰れてるというかまっすぐに見えると思うんですけど、字を書く分にはねこれですごく細く書けます。というかちょっと細すぎるかなっていうぐらいで、太い方で十分だよなっていう感じではあります。だけど、そうだな、絵画でねすごく細い線を描きたいとかね、図面を引くのにすごく細い線を引きたいとかね、そういう用途の本当に尖った状態っていうところまでは持っていけてないので、まあその辺はね若干研ぎが甘いかなっていう気はしますが、あの普通の文具として考えれば十分すぎるほど尖らせることができるし、実用的な太さで留めることもできるという感じですかね。そして、鉛筆はね一旦置いといて、とゴミ受けの部分ですね見ていただこうかなと思います。ゴミ受けはねこのような形の細かいねあの削りカスになります。手で研ぐやつなんかさ、なんか皮を剥いてるみたいに一枚ペラーっとつながって出るじゃない。そういった感じではなくて、こういったね細かい削りくずというのが出ますね。で意外とねクズの量が多いんですけど、今回ね新品の鉛筆を2本研いだっていうことでこれぐらい出ていますが、まあ普通にね使ってる鉛筆を研ぐぐらいだったら全然こんなに出ないので、ゴミの量もね、意外と大したことはないかなと思います。まあどうしてもねあの仕事で鉛筆何十本も研ぐよっていう人はね、これ確か大きいやつがねあった気がする。色はこういうのがあるのかどうかわかんないんですが、大きいやつがねサイズがあった気がするので、そういうのを使うのもいいのかなと思います。こういったねあの置き型のね鉛筆削りと、こういったね手持ちで使う鉛筆削りってあると思うんですけど、まあどっちがいいのっていう話、まあ比較っていうのをねやっていこうかなと思います。こういった手持ち式なんですけれども、あの大人の人が使う分にはね全然大丈夫です。これ子供さんにあの鉛筆削りを買うときにどっちがいいのっていうところで比較してみようかなと思うんですけれども、手持ち式ってまあもうちょっとごついのとかもいろいろあるじゃない、ね、こうやって持つぐらいの大きいやつとかもあるじゃない。なんだけど、こうやって穴に鉛筆を差し込んでこう回すわけじゃない。でこの時に鉛筆と鉛筆削りがしっかりまっすぐ入って、まっすぐ入ったまんま綺麗に回さないといけないのよ。だけど実際にはどうなるのっていうと、グリ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 ってやっちゃうんだよね。まあ大人でも難しいんだ、結構丁寧にね研がなきゃいけないよっていう、まあ刃物を使ってねナイフを使って研いでるよっていう感覚で丁寧に丁寧に研いであげないといけないんだけど、まあどうしてもね突っ込んでグリグリすればいいんでしょうって、グリグリ
くりって回してるとこうブレちゃって、この鉛筆の芯がこの鉛筆の中で折れちゃうっていうことが起こります。これはね、鉛筆のメーカーさんがなんか調べたらしくって、なんでこの鉛筆の中で芯が折れるのっていうところを調べた結果、あの鉛筆削りで研ぐときにこうグリ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 ってこじっちゃってるから中で折れちゃってるよっていうことがあるみたいです。まあ自分も聞いた話なんですけどね、なので直接聞いた話とかではないので、まああれなんですが、まあそういう話があるみたいです。自分もね、経験あるというか、自分はこういうタイプの鉛筆削りを使っていたのであんまり経験がないのよ。だけどまあ折っちゃったりしてさ、まあどうしてもこういうちっちゃいやつで学校で研ぐとかっていうこともあるじゃない。そういう時にさ、なんか鉛筆の芯折れてんなみたいな、さっき落としちゃって鉛筆の芯折っちゃったからなのかなとかって思ってたんだけど、子供の頃は。大人になってね、その理由が分かったよと。手持ちのやつで慣れないのにね、適当にぐりぐりやって研いじゃったから中で折れちゃったんだなっていうのがね、最近は分かったんですけれども、そういったところでね、芯の折れとかっていうのが発生するみたいなので、まあその辺はね、こういったものの方が有利なのかなと思います。別にこのタイプじゃなくてもプラスチックのやつとかね、いろいろありますんで、子供向けのものっていうのもたくさんあるので、そういったものでもいいのかなと思います。で、この置いて使うタイプなんだけれど、最近はね、このビヨンって伸ばすところがなくて、あの差し込むだけでいいよっていうのもあったりするんですが、差し込んだらさ、もうここ触んないのよ。あとはこれをこうぐるぐる回すだけなので、鉛筆をさ、こう手で持ってグリグリしちゃわない？このホルダーがしっかりと支えてくれてるので、もしこの鉛筆削りの方が動いちゃったとしても一緒にここも動くからね。だからあの芯がね、折れたりっていうのがしにくいみたいですね。でもちろんね、それってコスパにもつながって、鉛筆がさ、そうやって折れちゃうと、またあの芯が中で折れると結構長さ減るじゃないっていうのもあるので、まあ、コスパもねだいぶ変わってきちゃうかなっていうところで、こういったね大きい型タイプっていうのはおすすめかなと思います。で、あとね、あの本当にね軽く研げます。このなんだろう、さっき見せたね螺旋状の刃っていうのはすごく切れ味も良くって、すごく切れるで、この削りカスを見てもらったように細かく切るんだよね。だから少しずつ少しずつ削いでいってる。たくさんいっぺんにガリッといかないっていうところで、あの軽い力でよく切れるんだ。なので子供さんでもね、あのしっかりと研ぐことができます。最近はね、ここが倍力になって出る子供用のやつとかあると思うんだけど、じゃなくてもね全然研げると思います、子供でも。自分もね、子供の頃使ってたやつはプラスチックのやつだったんですけど、こういったタイプで、倍力とかついてなくて普通のやつだったんですけど、小学校低学年の頃からそれ使ってたと思うんだけど、軽くね削ることができたので全然大丈夫だと思います。で、この手のね、あのまあ、こういうやつでもいいし、あのこうケースがついてるやつでもいいんだけど、こういったね、あの鉛筆削りっていうのは逆にね、丁寧に研げるようになってから、小学校高学年とかさ、それぐらいになってくると刃物を使ったりとかもできるようになるのかな、今の世代は分かんないですけど、ね、それで丁寧に研ぐようになったら、まあこういうのを使ってもね、あの綺麗に研ぐことができるかなと思います。でも使い方知らなくてグリグリやっちゃったら結局ダメだから、大人がやってもグリグリやったら結局中で芯が折れちゃったりするんでね、まあ使い方もねしっかり、まあ、学んだ上で使えば大丈夫かなと思うんですけどね。で、やっぱりこういったねちっちゃいやつは筆箱に入るんでね、携帯用として便利だと思うんですけれども、まあ家に帰ってね、こういうので研いじゃうっていうのがいいかなと思います。どちらか一戸建てをね買うっていう場合だと、こちらのね、あの置き型タイプのね鉛筆削りの方をおすすめします。ということでね、今回はカールさんのねエンゼル5ロイヤル3っていうね鉛筆削りを紹介してきたんですけれども、くすみカラーも合わさってね、あのすごくレトロな雰囲気でいいなと思うんですけれども、はっきりとしたね青とか赤っていうカラーリングもあるので、そっちもねおすすめかなと思います。なんか色がいろいろ選べていいよね。あとね、ここをシール貼ってあるんだけど、これはね剥がさない方がいいっぽい。なんか穴、本体に穴開いてんのかな、製造の都合上かなんかでらしいので、このね
トップに貼られてるテープを剥がない方がいいらしいです。なのでもしね買われた方はトップのシールはね剥がないように気をつけてください。自分はさ最近鉛筆ってあんまり使わないのね。なんだけどこういうのあるといいよね、テンション上がるよね。今ちょっと違うんだけど事務仕事をしばらくやってたのよ。その時なんかも、鉛筆とかもねよく使ってましたね。まあシャーペンも当然使うんですけど、まあそういうところだとね朝に全部ジャーっと研いちゃうんでいいんですけど、研ぐ手間はあるけど意外とね、書き味もいいし細くて握りやすいし意外とね鉛筆は最近見直してるっていう感じですね。まあ、ちょっとね話はそれたんですけれども、まあ、最近はね鉛筆もね結構いいなと思ってねまた鉛筆を使ったりもしてます。ということでね今回はこれぐらいにしてね終わりにしようかなと思うんですが、またね文具の動画見たいよとかねこの動画面白かったとかね参考になったっていう方はねグッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンの3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので気軽に書き込んでいってください。ツイッター、インスタもね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。